この者の座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺は炭鉱、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。のナヌークの手下だよ。あんた運がいいね。一番危険な絶滅対空は近くにいないし、ここにいるのはあっちこっちで悪さしてる幽兵たちだけみたい。うちらがすぐに侵入者をやっつけるから心配しないでね。そうそう、ピンクの髪で背はあんまり高くない可愛い女の子、ミス・ヘルタが代理社長に任命したの。あの子威厳がなさすぎるよ。ここのスタッフでさえ彼女の名前を知らないなんて。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで、うちらがこのピンチを解決するから。うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し止まるんだ。もし何か問題が起きれば、正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。え、見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で、開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから、退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。
よし。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。コントローラーが。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。反物質レギオン、あいつら逃げてきたんだ。うちが。即戦即決と行こう。くらえ！いや！うわっ！ほら！始めるか。うちに出くわすなんてついてないね。いや。おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。どうも出る。ようやくマウスやなくちゃ。ようやくコントローラーでよかった。Xbox コントローラー。まだモバイルの更新が出るぐらい。あとで真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ？そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど本当にここの人なの？本当？なんか騙されてるような気がするけど。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。即戦即決と行こう。くらえ！殴ったね。痛くも痒くもない。逃がさない。
動かないでね。今祝福してあげるから。殴ったね。逃がさない。うちの出番。ほら。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ああ、ルールは破るためにある。敵で沈める。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。え、なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。美月、まずは自分を気にかけろ。俺だ。争いに意味はない。うちの出番。
どけ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、即戦即決といこう。お前の番だ。今さら後悔しても遅い。せいはっ、うちの出番。争いに意味はない。ああ、ルールは破るためにある。今だ。うちに出くわすな。ほら、始めるか。お前の番だ。生死虚実、一年の間なり同天元気、聴無一角。ふっ、はうち、今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか。そうだよ。うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか？確かカードを1枚渡されたような。美月、どこにしまったか忘れちゃった。おい、あった、あった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。行くぞ。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。
レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残ってそっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ。うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。半物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。ありがとう。この機会を逃すな。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。始めるか。くっ、はい、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。痒くもない。今だ。うちの出番。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。
て。どけ。せい。はっ。うちに出くわすや。即戦即決と行こう。ルールは破るためにある。アウト。ねえ、このキラキラしたのってまさか公園水？スターピースカンパニーにしかないやつだよね。いや、光炎水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら光炎水の入手先はどれも真っ当だ。だが、俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ。戦いの役に立つ。遭遇しなかったね。下手に動くな。うちがいるんだから負けないよ。始めるか。逃がさない。殴ったね。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。痛くも痒くもない。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決と行こう。食らえ。今さら後悔しても遅い。ああ、ルールは破るためにある。痛くもかゆくもない。逃がさない。
殴ったね。うちの出番。始めるか。どけ、今だ。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、即戦即決といこう。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？行くぞ。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。美月ちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタ